よし、じゃあもう一回ビアンコヒルズやっていきましょう。オキドス。次はボスパックンか。まあ、いいや、やっていきましょう。逆襲ですね。こいつはまだ早いか。さて、今青コインがフルにもらえるという感じがします。ガガマンマーあれもらえねえか。なんか俺の勝手なイメージなんですけど、泥に埋まった人を助けると大抵青コインくれた気がするんですけどね。そうでもないみたいですね。全然青コインくれる人が今まであまり出てきてないような気がするんで、そんなことないんかな。はい、あ、ほい、君は箱にくれる。おーい、ありがとうって言って吹っ飛ばすか、貴様。よし、ボスパックンは確かこの上ですね。どうやって登るんだ。普通に行けるか。壁じゃなくて。よし。あ、おっとっとっ。泥が結構多くて、大変だな。ああ、滑る。はい。コバート消しつつ。向かう。ここにも止まってます。水がなくなりそうだな。はい、うん、助ける日ね。で、あっちにボスパックいるんで、こっからこの豚ちゃん使ってあいつに当ててきます。ほい、あ、惜しい、当たったかと思ったんだけどな。もう一回。おい、邪魔、豚ちゃん。一匹でいい、一匹で。ほい、来た、うまい。で、あいつが起きて、こっちに飛んでくると。豚ちゃんはもういいから、こうやって。よし。とりあえず、水を補給、水分補給しないと。あ、やばいな。水分補給、水分補給。今回結構水使う感じなんで、水を大事に。水分補給こまめにできたいと思います。できた、来たね。まだまだ、あれじゃん。よし、で落として倒し方は多分前と同じだった気がするんで。おーっと、竜巻が、竜巻を出す。で、確か一回口を開けた気がするんで、今です。あー、模写。そして前回同様、このデベスを引っ張っておきます。今回は何回だっけな、何回か潰した。4回くらいかな。あ、わー、そこそこそこだ。あ、やめて、今後で。とりあえずあいつを確かめましょう。そしておまけに気をつけながら水を入れる。あー、失敗。はい、邪魔はない。うわー、ここが食らわないんだ。はい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 、やめて。ロープいけないか。入れる。で、じゃあレースを潰す。バウス。はい、1回目。はい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 、ロープが消えて。次に潰す。あ、失敗だ。ロープさんは回ってるから。早くか、早くか、あ、まあいいか。おっ、なんかしないけど、
が一部回復した。待って待って待って、よし、で、狙いを定めておいて、あらやばいやばい、中に、いや、はい、口を、あー、またすごいな、お前、よし、来た、これで、いけるか、どうか、いけた感じですね。オッケー、よし、まあ、難なく倒すことができましたね。来ましたね。こんな早いんだ。じゃあ、早速行ってみますか。おっと、キノコたちがなんか騒がしいぞ。気持ちいい。まあまあ、マリオ殿、君が、君は？はいはいはい、ピーチ姫が騒がれちゃうと。ピーチ姫が、さっきの潜水艦の方に。いるっぽいですね。こいつらは。はい。どこに行けばいいんだっけ。はい、というわけでまたまたさらわれちゃいましたね。はい、でね、なんでここにマリオがいるかというと、このというわけでね、大砲にマリオが弾となって飛ばされるわけです。はい、ピンナパーク、メカクッパ登場。よっ。で、ピンナパーク、やっていきます。来ましたね、青いやつが。はい。はい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 。またお前を追わなきゃいけねえのか、俺は。遅い遅い。おっさんに頼まれて相手を倒すという。
難しいな。うわ、本当に。あ、そう、キラが来るんだ。で、キラが来そうになったら、ポンプの水で、あ、大丈夫。あ、あ、違う違う違う。やばいやばいやばい。ちょっとやばい、ちょっと。キラを見つけてもはい。で、このミサイルであいつを撃つと。あー、来た。すごい楽しかった、お前は。おーっと、キュー。はい。調整が難しいんですね。結構下の方選ばないと当たらないっていう。はい。あ、いいの使った。準備して。え、キラは？はい、OK。結構慣れるまでに時間かかりそうだな。いいけど、映ってみる。あー、かつた。あー、かつた。わからん。あー、お、当たった。マグレマグレ。あー、キラ多いよ。しょ？おーい。前から来てる。はい。で、これ多分今打っても当たんないんで。やばい、キラ。溜めつつ。撃つ。はい。2発か1発くらいかな。いや結構苦戦してるな。3つも買って、結構ここで走るか。畑めっちゃ寝れるんかな。おお、近い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 。当たれ。ダメか。もう一回畑してる。いや、やっていきたい。よし、当たったか。当たったようですね。はい、というわけで、また、連れ去られてしまいました、ピーチ姫。クモさんに話しかけたらなんだっけ？いや、ハラハラしましたよ。すごい迫力でした。これで噂が広まればお客さんも戻ってくるでしょう。まだ演出だと思ってるんですね、あのおじさん。では、時間も時間ですので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。